This is Gento Kono, Japanese celebrity, entrepreneur, and most importantly, the smartest man in Japan. Having graduated from the Faculty of Medicine at the University of Tokyo, which is the most rigorous program in Japan, Gento simultaneously obtained the three professional licenses during his 4 years of college. A medical license, a CPA license for accounting, and a lawyer license to practice law. As a three-time champion of Japan's most popular intellectual game show as well, Gento has completed every academic and intellectual feat there is to accomplish in Japan. But I wanted to find out how his so-called godly brain will do up against the most common standardized test back in the West, the SAT. Okay, so first, can you introduce yourself? I'm Gento Kono from Stardy, the YouTube channel, and I'm 26. And I graduated from the University of Tokyo, and I studied medicine in the university. So I heard you have a lot of certificates. Okay. So how many certificates do you have, and like what kind of certificates do you currently have? いや、もう数えきれないぐらいあるんですけど、はい、例えば医師国家試験、はい、医師用ですね。あと、司法試験、弁護士のものですね。あと公認会計士試験。あとまあ宅検とか、まあ、数学検定とか英語検定、漢字検定、統計検定、世界遺産検定、まあなんかもうとりあえずたくさんあります。とりあえずたくさんあると、はい、じゃあその中で一番難しかった、一番その勉強するのに時間がかかった試験はどれでした？司法試験ですかね。8ヶ月で取ったんですよ。8ヶ月で、通常の人ってどれくらい勉強するんですか？通常は3、4、5年ぐらい。3、4、これを8ヶ月で、はい、まあ8ヶ月で取ったから難しかったっていうのはあるんですけど、はい、まあ早く受かっちゃいましたね。えぐいっすね。はい。今日アメリカのテスト、SAT を受けるんですけど、はい、SAT 聞いたことありますか？聞いたことあるんですけど、はい、問題は見たことないですね。今日自信ありますか、その SAT のテストを受けると。いやー、数学の問題だけだったら、はい、多分満点取れるんですけど、はい、英語で書かれてるとなるとちょっと分かんないですね。そこっすね。そこですね。読み取れるか。いや、まあ数学の問題は日本の問題でも何でも多分僕解けちゃって。すごいっすね、はい、この自信。自分も解きたいっす、まあ、教えてるんで、日本で、はい、教えてる以上やっぱ満点は取らなきゃいけないなとは思うんですけど、ちょっと英語で書かれると分かんないですね。最初にまず25分20問はい、テストを受けてもらって、その次に、38問55分のテストを受けてもらうんで、はい、よろしく、頑張ってください。頑張ります。じゃあスタートで。はい、じゃあ始めます。もう4問目ですか？結構早いですね。そうですか。どうですか、やってて。いや、なんか簡単すぎて本当にこれでいいのかって不安になっちゃうんですけど英語の文章ない方だったらすぐスラスラ解けるなっていう感じなんですけど、はい、これって今やってるのって高校生、高校何年生レベルですか、その日本で言うと。中学生レベルかもしれないですね。今のところは。今のところは日本の、まあ、一部高1とかがあるかなぐらいの感じで、はいはい、あともう5問ぐらいですか、セクション3で。そうですね、5問ですね。ただ選択式じゃなくなったんで、あ、はい、ちゃんとあの文章読まなきゃいけなくなっちゃって困りましたね。15問今のところ4問で解いてます。一旦ちょっと文章読まなくて良さそうな17、19、20先解こうかなと思います。お、英語の問題ですか？英語の問題ですね。あ、further の方に、 OK、多分解けたと思います。7分20秒です今のところ。今あのやってて一番この中で、はい、あ、難しかったなっていう質問って。難しい問題はないですね。難しい問題はない。場合によってはなんかこう問題文の理解を間違えてて計算ミスとか、まあ、一番時間長く使った質問ってどれでした？16で、はい、その further to closer、はい、が2つあってみたいな文章を読んでっていうところだけですね。ああ、じゃあもう英語の部分ですね。英語です。数学的には入れて代入して計算するだけなので、はい、じゃあまずセクション3コンプリートということで大丈夫ですか？次のセクション4で大丈夫かな。計算ミスしてないかが心配ですね。まあ大丈夫か、多分大丈夫だと思います。いや、本当に大丈夫かな。じゃあ、セクション3コンプリートということで次に、はい、セクション4、38問、はい、55分でテストを始めてください。はい、じゃあ始めます、はい、
ちなみになんですけど、はい、このセクション4は電卓を使うことができるんで、はい、もし電卓が必要な場合教えてください。いやーそんなカンニングみたいなことできないこのセクション3とセクション4ってじゃああまり変わらない感じですかね。難しさ的に今のところは変わってないですね。でもセクション4の方がなんか資料読み取りとかこう文章を読まないと解けない問題が増えてる印象があります、うん、緊張するそっちの一番緊張するこれ完全にちょっと文章読解ですね英語の問題だ。 Of all employees of the company who are satisfied with their job。ちなみになんですけど、その生徒とかに、はい、あの勉強とか教えてるときに一番心がけてることであったりとかだったりしますかね。再現性ですね、うん、日本ではその、まあ、東大の試験だったら6問150分で解くので1問1問が重たいんですね、はい、その問題を解くときに思いつくのが結構難しい問題もあったりして発想がかなり難しかったりするので、まあ、その発想が難しい問題をどうしたら思いつくのかっていうのを再現性持ってその思いつけるように生徒にしてあげるっていうのを大事にします。コーンってこれですよ、はい、コーンはこれですよね、はい、Did not answer。 こういうなんかちゃんと読んでないと間違いそうな引っ掛け問題ってあります。これ引っ掛けじゃないと思うんですけど、 Given that the tablet user did not answer never の did not を読み落としたらもちろん間違えるじゃないですか。間違える。何が難しいんですか。どの質問が Number 20が何言ってるのかちょっとよくわかんないですね。25個の要素を含んでそれが MAX が84、新しいデータセットがあってそれは26個、 Original っていうのはあ、そういうことか。お、あ、そういうことか。 The range だ。他の海外 の、 あの試験とかって受けたことってありますか。あ、一回動画の企画で、はい、でも 3,4 年前ぐらいなんですけど、はい、オックスフォード大学の問題をなんか目隠しで解くみたいなことはしました、はい、やってみてどうでした。意外となんかそんなに難しくないなって思って。あ、すごい難しくない、はい、もしこれが全部日本語であったら、はい、これ何年生ぐらいの問題だと思いますか。え、でもこれ中学生だと思いますね。中学生レベルの多分一部なんか高校の範囲のものが含まれてるかなぐらいの感じで、はい、7、8割ぐらいは中学生が解けるんじゃないですかね。いや、number 27がパッと見 x を求めようかと思ったら 3x-2 を求めようで、普通求めさせるのって x じゃないですか、はい、3x-2 何回っていう怖さがあってちゃんと読まなきゃいけないなっていうそういうちょっとした難しさというか引っ掛けがありますね。日本の数学とかって難しいと思いますか。難しいんじゃないですか。難しい、かなり。大学入試の問題は世界で1番か2番目ぐらいに難しいとはされてますね。あ、そうなんですね。そうですね。その1番2番、その日本以外はどこの国のところが、韓国か中国かどっちだったか忘れたんですけど、アジア系結構、そうですね、ちょっと難しすぎるとはされてます、はい、はい。これやってて、あ、この質問あのないんだみたいな、例えば微分積分とか、はい、数列とかベクトルとか、あ、ベクトル、三角関数指数関数とかは、うん、まあ、サイン・コサインは多少問われてますけど、はい、加法定理とか、はい、分かります。分からないです。ここら辺とか小学校の問題って感じしますね。小学校の問題、日本では小学校で学ぶとされてますね。平均とか、うん、三角形の内角の和が180度とかは、例えば31、32、33は全部解けると思います。解ける。Probably I've finished it, but I'm not confident enough. You're not confident. 一旦ちょっと見直さないといけないかなっていう、計算ミスが怖いですね、ここら辺。英語を読み違えてないかとか、多分合ってるとは思います。OK です。じゃあ終わったことにします。You're finished. はい、I finished it. OK. So how do you feel about the exam in general? It was quite an English test for me. Okay.
a math test. It was not much like a pure math, you know. I just have to understand what they are trying to express. Right.In math. That was quite difficult for me. Oh, so that was like the most difficult part. Okay. Yeah. 自信100点満点中何点ぐらいありますか?さすがに満点ではあるかなと思ってます。すごいな、この自信。いや、さすがに内容的には満点取れるはずの問題です。あ、本当ですか?はい。じゃあもう、もしこれが全部日本語だったら、もうスラ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 。だったら多分3分の1ぐらいの時間で解けると思います。3分の1の時間で。はい、じゃあ今ちょっとテスト のスコアが出たみたいなんで。本当ですか、はい、これ結構緊張するの。緊張しますか。一応数学、はい、I'm teaching math in Japan, so、right、強いものが多いですね。多いですね。多分他の学生の 人とかも見てるかもしれないんで。やばいやばい。さすがに満点取んなきゃ。I'm kind of nervous too now. Alright, so here we have the test score. Okay. Okay, let's see the result. じゃあ、いきます。はい。危ない !Safe! You got 100! いや、まあ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 。いや、まあそんなもんですよ。そんなもんですか。ほっとしました。ほっとした。ところどころ、うわ、この聞かれ方するの嫌だなみたいなところがあったんで、それがなんとか満点取れてよかったです。満点ちゃって。大体、その、はい、まあ受ける人の何パーセントぐらいが満点取るんですか、トップ 1%。 そうなんだ。取ってて、いろんな学生 そのスキルとかを測る適してると思いますか。ああ、でも本当に最低限の基本的な数学の、まあ、式の扱い方とかを理解していますか、はい、っていうことを問うにはちょうどいいレベルかなとは思いますね。わかりました、ありがとうございます。 Make sure to like and subscribe and check out his channel too. Thank you so much. Bye bye. Bye.